こんにちは、金ちゃん BBH と申します。今回はですね、ゴルスタ炎上、スプリックスを分析してみたといった内容で情報発信をしていきたいと思います。分析的につきましては2019年6月23日時間軸につきましてはスイングとなります。本動画をご視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。はい、実はですね、本日分析をするスプリックスにつきましてはですね、私が以前から、ね、気になっていた銘柄であります。でなんで気になったかと言いますと、私がザラバ中にですね、チャートを見ていた時にですね、ニュースが流れてきまして、そのニュースの内容がですね、スプリックスの内容だったんですが、ゴールドマン・サックスが買いを継続みたいなね、ポジティブなニュースが流れていたにもかかわらずですね、ずっとね、それからひたすら下がり続けていたのでですね、気になっておりました。で通常ね、そのニュースが流れてくると、一時的にもですね、一瞬でも株価が上に跳ねるんですが、もうそういったこともなくですね、ひたすら下がり続けているんで、なんでかなって気になってですね、ちょっと調べていたので、情報発信をしていきたいと思います。でゴルスタっていうのは、ね、何かと言いますとですね、一口で言うと教育コンテンツのですね、教育系コンテンツでありまして、その中高生向けの、ね、アプリなんですよね。でスプリクスっていうのはもともと森塾っていうね、塾を運営しておりまして、その森塾がねアプリを、ね、作ったアプリがゴルスタというものであります。で見た感じ分かりますようにですね、非常に軽いノリのね、アプリでありまして、イケメンとかですね、可愛いね、女子の講師がですね、大学生ぐらいだと思うんですけどね、若い講師が教えてくれるということで、当時はね、2016年、3年ぐらい前に流行ったアプリなんですが、2016年当時はですね、非常に人気を博したアプリだったということで、のようです。で、ゴルスタにつきましてはね、その流行っていたんですけども、ある時ですね、炎上いたします。で、なぜ炎上したかと言いますと、当時、中高生向きということでですね、LINE とか SNS、2016年というのはですね、LINE とか SNS のいじめとかですね、そういったものがね、社会問題化してたんですよね。で、このアプリをね、人気があったということで、影響が強いということで、おそらくね、運営側はですね、中高生が中心ということで危ういと思ったんだと思うんですけども、こういった感じでこの荒らしとか猥褻行為とかですね、出会い系目的とかですね、荒らし行為とかねをしないようにと注意を呼びかけておりました。で、監視を継続してたんですけども、監視だけではですね、やっぱり抑止力がないということでですね、アカウント停止とかですね、こういったね、罰則を設けたんですよね。要は、見ての通りですね、結構ね、中高生、ユーザー側にとってはきついのかなというね、内容の、ね、罰則を設けておりました。ニックネームが、ね、違反内容に変わるとかね、結構若い子にとっては結構たまんない内容だと思うんですが、こういったアカウント停止の処置の他にですね、結構厳しい罰則を設けて挑んでたんですよね。そうすると、ね、やっぱり中にはね、批判者、ユーザー側で批判するものが出てきてまして、でそのユーザー批判するユーザーも、ね、取り締まってたんですけども、それがどんどんエスカレートしていって、最終的にですね、ゴルスタの運営を批判していた会員の個人情報を、ね、ツイッターに流してしまったんですね。でそれがあってですね、ゴルスタが炎上しまして、でアプリがね、停止だと、というね、いきさつがあるようです。それで多分ね、そういった内容があったので、株価が低迷しているのかなというね、イメージをしております。情報発信については、このね、情報発信については以上になります。はい、ということでですね、スプリックスを分析してみたので、前提について確認していきたいと思います。まずですね、掲示板投稿ランキングなんですが、スプリックスにつきましては、ランク外ということでですね、あまりね、注目をされてない、いい銘柄なのかなというふうに思っております。あとですね、スティック回数も813回ということでね、非常に、ね、少ないのかなというふうに思っております。ただ、私もあまりね、ファンダメンタルズのことは分からないんですが、PER も 19.8 倍で、配当金もですね 1.62 倍で出るんで、結構悪い銘柄ではないと思うんですが、株価は低迷しているのかなという状況であります。あと、日証金とですね、信用残の状況を見ていきますと、日証金はですね 0.38 倍で、売り長売り長という状況なんですが、信用残はですね 6.5 倍ということですね、なっております。で、ここの逆も見ますと満額になってますので、おそらくね、証券会社 の中でなんとかね、やりくりをしているのかなという状況ですね。なので、一応全般としてはですね、 6.5 倍という、ね、数字が正しいのかなというふうに思っております。全体の分析については以上になります。
はい、それではですね、早速チャートの分析の方に入っていきたいと思います。現在ご覧のチャートは2019年6月21日現在のスプリックスのですね、月足チャートになります。まずね、テクニカルショートいきたいんですが、テクニカルショートはね、まず上場したばっかりの銘柄ということでですね、出ておりませんので、割愛したいと思います。あとね、チャートの方に入ってきてますと、まあ、見て分かるところ通りですね、あまりまだ情報がね、出てないんですよね。でまずまあとりあえずね、サポートとレジスタンスの方をね、見ていきますと、サポートにつきましてはですね、1700円付近にサポートがあるのかなというところですね。あとレジスタンスにつきましては3095円あたりにね、レジスタンスとして意識されるラインがあるのかなというふうにね、分析をしております。月足のね、分析についてはですね、以上になります。はい、時間軸がかかりましてですね、現在ご覧のチャートは2019年6月21日現在のスプリックスのですね、週足だとなります。早速ね、RSI の方から確認してきたと思います。RSI につきましては、あの 80% のね、変わりすぎ水準から徐々に垂れてきまして、 50% でですね、全然リバウンドすることなくね、一気に抜けて、30% ぐらいまでね、落ちてきている状況であります。で、リバウンドの感じもちょっと弱いので、下降トレンド入りしている可能性があるかなというね、イメージを持っております。あとですね、あと信用残ですけども、冒頭でお伝えしましたようにですね、信用残につきましては、改ざんと比較してですね、 6.5 倍あるということで、まあね、まあ、通常の、まあ、倍率だとは思うんですが、ちょっとね、改ざんが溜まっているのかなという状況であります。ただね、改ざん溜まっているというのもですね、ちょっとまだ期間が短いので、これがね、本当に改ざんが溜まっているのかどうかね、評価できないところがあるので、まあ、これも何とも言えないいいところなのかなというところであります。RSI とですね、信用残の分析については以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。はい、ということでですね、週足を分析するということでですね、まあ、せっかく信用残が あるので、まあ、売り方と、ね、買い方の心理が分析できるということでですね、週足につきましてはですね、双方のですね、心理を中心に分析していきたいと思います。まずですね、売り方から分析に入っていきたいと思います。売り方についてはですね、まあ、信用残、この青い、ね、ラインなんですが、青いラインが急増しているポイントを見ていきますとね、このポイントになるのかなというふうに思います。ちょうどですね、陰線が2つのポイントで、まあ、急増している状況なんですけども、ここね、価格帯別的なので見ていきますと、このね、ラインになると思うんですが、まあ、ちょうどね、あの、この多分おそらくこのね、揉み合いのレンジの高値付近で、カロリーがいっぱい入っているのかなというところですね。であと、まあ、あのこの揉み合いがブレイクになるのかどうかね、分かんないですけど、ブレイクがあの2000になると思ったのかどうか分かんないですけど、ここで入っている売り方が、ね、多いのかなと思います。であとね、ここにも、ね、あのピークがあるんですが、これを見ていきますと、おそらく、ね、このレンジの下抜けブレイクを狙って入っている売り方がいたのかなというところですね。あと、まあ、ここにも多いんですけど、ここにはあ、まあね、この陰線があるんですけど、あのこの多分ね、移動平均をまあ多分ね、おそらく、終値付近なので、まあ、終値で割ったというのを、ね、見越して、売ってきているのかなという、ね、イメージを持っております。で逆にね、売り方が買い戻したポイントね、見ていきますと、この、ね、2つの陰線のラインがそうなのかなというふうにイメージをしております。おそらくね、この、ね、部分ですね、ここで減ってるんですけども、減ってるのは移動平均線に合わせて買い戻しをしたのかなというところと、あとね、ここで完全なくなってるんですけども、おそらくこれはね、このサポートですね、ここのサポートがあったので、サポートを目指して、ね、買い戻してたのかなというね、イメージを持っております。売り方の、ね、についてはですね、あのこう見ていきますと、もう急増したラインとですね、まあ、今のライン見てきますと、ちょうど減ってきてる、まあ、それを割ってきてるので、急増したポイントよりも減ってきてるので、おそらくね、買い戻しについてはね、売り方についてほぼ終わってるのかなというね、イメージを持っております。引き続きですね、買い方の分析の方に入っていきたいと思います。まずですね、買い残がね、急増しているポイントについてはここからだと思いますので、このね、ロウソク足の範囲なのかなというね、イメージを持っております。価格帯別的だからね、見ていきますと、このね、ラインですね、なるのかというところであります。おそらくね、まあ、急増したのはこの移動平均線がね、合わせて買いがね、出動したのかなというね、イメージを持っております。あと、まだね、これを見る限りはね、ここからずっと急増したままなので、まあ、若干減っては生きてはいるんですけど、あんまり減ってないですよね。で、まあ、できながら、ね、一番増えてるポイントを見ていきますと、このね、ポイントなんですよね。このポイントなので、このポイントで一番買ってるのかなというね、イメージを持っております。で買い方についてはね、多分このポイントで買っているのかなという、まあ、この多分ね、こういうサポートがあったので、サポートが機能すると、ね、踏んだのと、まあね、
押し安値狙いなのと、おそらく、ね、RSI が、ね、50% 近くにあったので、リバ狙いで買い出動したのかなというね、ここの急増を見るとですね、と思うんですが、まあ、一気に抜けてしまったので、まあ、ちょっとね捕まってしまっているのかなと、まあ、このね信用改ざんを見る限り、ね、信用改ざんの減りを見る限りは、まあ、決済が進んでないのかなという、ね、イメージを持っております。買い方のね、市場心理の分析については以上になります。はい、ということでですね、市場心理の方からチャートの方にね焦点を移していきたいと思います。現在ね、チャートにつきましては、このね揉み合いですね、揉み合いを下抜けいたしまして、同じようなね、ここと同じような揉み合いがね今ね起こっております。で、この揉み合いにつきましてはですね、上抜けした場合については2200円から2450円、下抜けした場合については1400円から1300円ぐらいまでいくのかなというね、イメージを持っております。でですね、このチャートさらに見ていきますと、ですね、まあ、高値更新が止まって、このね、高値更新が止まって、さらにですね、ここで安値、前回安値をですね、終値で割ってますので、まあね、いつものようなエリオタードがね、まあ、成立しているということで、相場の原理原則を使って、状況を、ね、分析していきたいと思います。で、で、これ今度は映像でなくてですね、まあ、画像になるんですが、見ていきますとですね、第1波が出てるんですけども、第 3、まあね、3分の1戻しとかから3分の2押し戻しまで、まあ、全くね、到達してない状況なんですよね。なのでおそらくこの揉み合いがですね、もし上抜けした場合についても、3分の1戻しとかね、2分の1戻し、3分の2戻し、それぞれで反応してね、売られてくる可能性が高いので、上抜けした場合についてはちょっとね、上値が重くなる可能性が高いのかなというね、イメージをしております。週足の分析については以上になります。はい、時間軸変わりましてですね、現在ご覧のチャートは2019年6月21日現在のスプリックスの冷やしチャートになります。先ほどね、シワシの、ね、市場心理とですね、まあ、チャート分析で聞いた人はですね、下に行くんではないかって、まあね、決めつけてかかる方もいるかもしれませんが、ファンダ的な、ね、内容を見るとですね、非常にスプリックスってはいいんですよね。配当金も配当利率も高いですし、あと、まあ、今ゴールドマンサックスとかも目標株価が3400円ぐらいまで置くぐらいね、まあ、いい銘柄であるので、ちょっとね、まあ、チャート分析ではあくまでもね、そんな感じになるというだけで、まあ、下がる、必ず下がるというわけではないのでね、そこら辺は注意していただければというふうに思います。まあ、日足のね戻りまして、 RSI の方から分析していきたいと思います。RSI を見ますと、まあね、50% のところでね、揉み合いそうな、ね、雰囲気が出てるのかなというふうに思います。まあね、これを見る限りは、ね、まあ力強く上に抜けるわけでもないし、下に抜けていくわけでもないので、まあ、揉み合いになって、しばらく揉み合いになっていくのかなという、ね、イメージを持っております。 RSI の分析については以上になります。引き続き、ね、チャートの分析の方に入っていきたいと思います。チャートね、分析していきますと、まあ、なんとなく、ね、三角持ち合いになっているのかなという、ね、イメージを持っております。なので、まあ、上抜けした場合についてはですね、3850円から4000あたりを、ね、狙っていくのかなと。で、まあ、逆に下抜けした場合については、550円から500円ぐらいまで、ね、落ちるのかなという、ね、イメージを持っております。スプリックスの分析については以上になります。はい、いかがでしたでしょうか。スプリックスについてですね、分析をしてまいりましたが、いくつかね、皆さんのためになれば幸いです。本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしかったらですね、チャンネル登録と高評価の方お願いいたします。金ちゃん BBH でした。